はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今、ストーリーが 5.1、もうそろそろ 5.2 に入るところにいます。で、今ね、レベルを上げようと思って、ストーリーは一度中断したんですよ。ストーリーをガンガン言ってたんだけども、ちょっとレベル上げをしようと思って、立ち止まってます。美味しいところがあるんですよね。闇のキリンジ、あれをねちょっとやってみようと思います。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、今ね道具使いレベル42です。でこれで勝てるよね、勝てるには勝てるとは思うんですけども、まあどれぐらい美味しいのかちょっと30分試してみようと思います。でパーティー編成が魔物使い、旅芸人スーパースターですね。これがなんかいいらしいんだよね、記事を見たんだけども、これがいいらしいので、このパーティーにしてます。で全員に、金のロザリオか、あれを装備させてますね。装備してる人を雇いました。うん、どうだろうか。この上が、狩り場なんですけども、結構人が多いんだよね。ドラゴンゾンビではちょっとね、1時間ほどやってみたんですけども、あそこは人がいなくっていい感じだったんですよ。うん、ここ結構混んでるんで、どれぐらいもらえるかはわかんないですけども、とりあえず30分フルで、やってみようと思います。お、すぐ横に湧いてる。ありがたい。で、俺はさ、何をすればいいの？ただ見とくだけでも、あんま良くないよね。何かないかな？あ、スクルトとか？道具使いって実際使ったことあんまないんですよね。なんかないの？磁界シールド。なんだこれ。ダメージを軽減するんだ。あ、ならこういうやつを、使っててあげれば、おー、なんとか耐えたギリギリ耐えた。まあ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 、ドラゴンゾンビとこでもねガシガシ死んでたんで、まあまあまあこんなもんなんでしょう。で、あ、なるほどね、ナリフォーとかそういうの効くの？効かんか、さすがに。ああ、さすがに効かないか。ならばバフを入れてあげる感じがいいのかな。どんぐらい経験値入った？経験値が、死んだのに17万 !17 万入る。ここうまっ、うまいっすね。あ、で、課金してます。課金しました。3日間、経験値が倍になるっていう課金をやってます。なのでちょっと3日間はね、みっちりレベル上げしようと思うんですよ。次回シールド、これで、あーれい！めちゃくちゃ効くな！で、スクルトとかピオリム入れてあげれば、ちょっとね、役に立つでしょ。なんで、スクルト、ピオリムを入れながら、この次回シールドで守ってあげる感じで、行こうか。あ、どっちがいいんだろうね。ちょっと待って、死ぬぞ！あぶねえ、あー、俺じゃなかった。旅芸人が死んだら、あ、オッケーよかった。ザオラル使えないよね。となると、世界樹の葉で、息荒らしてあげましょう。はい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 、お、めちゃくちゃ上がる。やっぱり上がるね。あー、でも人多い。まあ、とりあえずここで、30分間やってみましょうか。うわ、多いなー。残り3分ですね。あと4体ぐらい倒せればいいかな。でもやっぱね、しょっちゅう死ぬ。めちゃくちゃ死ぬ。でも、それが多分普通なんだよね。周りの、プレイヤーの人たちを見ても、もう結構みんな死んでますもんね。なんで、ここはそういう場所なんでしょう。うん。とにかく、生き返らせながら、
倒していくっていう、ここでね死なないようにするとなると結構難しいですよね。うん、ほぼほぼワンパンで死ぬことって結構あるし。あー、いかん。おお、ナイス。で、自分がねどう動けばいいかがまだね30分ぐらいしてもまだ分かんないじゃ分かんないですもんね。あー、多いなー。やっぱりここは人気なんですよね。すごい人気で、これ撮影するときにはこの撮影してますよーのマークをしなきゃいけないので、なかなかね移動が難しいんですよね。なんでちょっと俺が移動できなくて申し訳ない。ここはねこういうとこは多分誰かしらがね移動して狩り場をねある程度開けていった方がみんなが美味しくなるんでね、いいと思うんですけど、ちょっと俺は撮影で動けない。すいません。よし。ああ、やばい、死ぬ。もう確定だもんな、それ食らうと確定で死んじゃうんだよね。倒して、あと1回ぐらい倒したい。ナイス。どっかいないか。いない。キリンジ、あ、いた、いたいたいた。ナイス、よかった、間に合った。これ最後かな。できればもう1回ぐらい戦えれば美味しいんだけど、どうだろう。ちょっと急いで倒してくれ。うん、これよりももうもっとね美味しいパーティーがあれば教えていただきたい。でも多分これが美味しいでしょ。うん、なんか装備とかもちゃんと厳選した人を、雇ったらもうちょっと早いのかな。おー、ナイス、いいよ。あと1体いける。あー、終わった、終わっちゃいましたね。はい、終わりまして、レベルが42から77まで結構上がったね。どんぐらい、475万。なかなか美味しいね。美味しい、そりゃ混むわここは。うん、でもここ以上に美味しいのがあのゴーレムなんでしょ。でもゴーレムだったらあのな魔物を呼べるキャラクターじゃないと美味しくないって書いてあったしな。まあ、とりあえずここでね、あと2日間あるのよね。課金時間が2日間あるので、全職業をレベル100までとりあえず上げようと思います。うん、100まで上げればある程度使えるでしょ。で、100で、その次が、全キャラを110ぐらいまで上げて、で、装備を整えて、やっていこうかな。先に進んでいきましょうか。うん、ちょっとね全員を、レベル3桁にしとかないとなんか気持ち悪くてね、ちょっと上げてやりたいと思います。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。